集まっていただいてサンキューでーす。ありがとうございます。ちょっとつい最近ですけど、その結婚したっていうタイミングもあったんで、はい、もしかしたらその辺でね、呼んでいただけたのかなというふうにも思っておりますけれども、それもあってということでしょうか。フックがね、やっぱフックがないとなかなか呼んでいただけませんから幸せもちろんいっぱいではありますけれども、はい、41歳になるまでやはりあのチャラ男としてですね、私もいろいろとこう仕事させていただいてきました、はい、これでチャラ男が結婚ってなった時に、うん、チャラ男の未来はどうなるんだと、未来のチャラ男についてもしっかりじっくり考えたいなと。藤森の未来のスタンダードとはこちら、このね、未来のレモンサワーに入っているレモンと同様に妻との愛も熟成ということでございます。マイホームの中でね、うん、日々こう熟成していけたらいいなというふうに思っております。